ギラファノコギリクワガタは、昆虫湖昆虫目クワガタムシ科ノコギリクワガタ族に分類されるクワガタムシ。キバナガノコギリクワガタと呼ばれることもある。ネパール、ブータン、ミャンマー、タイ、ラオス、ベトナム、カンボジア、マレー半島、インド、インドネシア、ティモール島、フィリピン、体長35から118ミ、mm、リメートル、メス31から56ミリメートル。 飼育では、オスで最大121ミリメートル。世界で最長のクワガタムシである。体型は全体的に扁平。体色は黒いが、足によって光沢が強いもの、弱いもの、上羽がやや褐色の個体もいる。種小名ジャーフヘが、キリンを意味する通り、大顎の比率が特に長く、大顎は、基部が太く盛り上がり、波打つように曲がっていて、 先端は二股に分かれるが、亜種によって、大顎がやや直線的なものや、やや細いものがいる。内派は左右対称ではなく、ややずれている。ギラファの小切りクワガタは、旧亜種に分類されている。熱帯ウリンに生息しているため、季節に関係なく、連続して発生していると考えられ、主に紅葉樹の高木の幹の上で生活するが、詳しい生態については、あまり分かっていない。 紅葉樹の樹液を食べる。オスは餌場やメスをめぐって争うと考えられる。しかし、他の種より際立って、気の荒さで目立つという感じではなく、二股クワガタや平タクワガタには劣る。メスは紅葉樹の朽木に散乱する。幼虫は朽木の中で生活し、その朽木を食べて育つ。他の性的二なりの著しいクワガタムシと同様に、オスよりもメスの方が、 幼虫期間は短い。孵化してから7から14ヶ月でサナギになる。サナギになってから1ヶ月ほどで浮かし、成虫になる。成虫の寿命は5から15ヶ月とされる。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。飼育か繁殖個体も見られる。ありがとうございます。